お金が賄われています。子どもへの劇だとか、桜祭りやリサイクルフェアでの、イベントの費用は全て市役所が負担しています。もしくは消耗品の、提供を受けています。で、私たちの活動の中でもう一つが、この子どもたちに相模原旅行というテーマで、健全子ども青少年育成をテーマにした子どもが街を作るという事業をやっています。その中の一つ、ミニシティ事業です。このミニシティ事業というのは、子どもが作る遊びの街といって、子どもたちが環境を考えて、街を作る活動です。で、今は、真ん中辺にある写真のように、子ども街づくり会議っていうのをやりながら、子どもたちの街を作っています。で、その街の中には本物のものがたくさん作られるので、左下の消防車は、レスキュー隊という仕事の、職業講義を受けているところです。で、左上は、実際の街に出て、南区の、未来を語るワークショップという、ワークショップに参加して、そのキーワードを作ろうという中での活動の一環です。で、この時にはちょうど子どもが出した案がほとんど、上位を占めました。魔法が使える街南区とかいうかっこいい、ロゴができました。で、右下ですが、ミニシティというのは、相模原だけではなく日本全国にあって、右下はちょうどミニ横浜シティという横浜のミニシティと交流をしている様子です。さて、このミニシティの事業費です。これは、昨年地域活性化交付金という制度が始まり、その、交付金を受けて事業化しました。